可愛い笑顔が特徴的な子犬系男子の大橋和也さん。笑顔が可愛すぎる、と人気の高いなにわ男子のリーダー、大橋さんの経歴などをご紹介します。本題に入る前に、皆さんは大橋さんのあだ名、ご存知でしょうか？その可愛らしい笑顔が由来なのか、西の天使と呼ばれているんです。大橋さんは1997年8月9日に福岡県で生まれました。3歳までは地元の福岡で育ち、大阪に引っ越し、小学校2年生でダンスを習い始めます。やはりダンスや歌が上手な方って、もうこの年齢くらいから習い始めてるイメージですよね。大橋さんも例に漏れず、幼い時からダンスを習っていたそうです。大人になってダンスの基礎が染みついているのは、小さい頃から努力してきた証なのですね。気になる大橋さんの学歴ですが、小学校は残念ながら情報がなく見つけることができませんでした。しかし、義務教育である小学校は、おそらく多くの方が家の学区内で通わせると思いますので、特別な事情がないのであれば、近所の学校だったのではないかなと思います。ちなみに、大橋さんの家族構成は、お父様、お母様、お兄さん、大橋さん、弟さんの5人家族です。兄弟との年齢差は、お兄さんとは8歳差、弟さんとは3歳差。そして、お父様とお母様は一般の方なので、あまり多くの情報はなかったのですが、おそらく、お兄さんと大橋さんが8歳離れているということなので、お二人とも50代前後なのかなと思います。しかし今は年の差婚などもありますし、年齢の逆算は当てになりませんけどね。そんな大橋さん一家は、和也さんが3歳になる頃に福岡を出ます。理由などの情報はなかったのですが、2009年に引っ越し先の大阪でジャニーズに入所。実は大橋さん、ジャニーズに入る前から芸能活動は少しずつあったそうで、あの有名なネスレ商品であるミロの CM にも出演。可愛らしいダンスを披露していました。そんな彼がどうしてジャニーズに入りたいと思うようになったのか。それは、スーパーアイドルになりたいと思ったからだそうです。私はこれを知ったとき、珍しい子だなぁと感じました。女の子だったらなんとなく、アイドルや女優になりたいと思ったりする子は多いかもしれません。しかも、小学生男子の将来の夢は、大体がサッカー選手やプロ野球選手だったりもします。なので、アイドルになりたいという夢を持った大橋さんは、なかなか珍しいなと感じました。彼の尊敬する先輩は、スマップの中居正広さんと中山優馬さんだそうです。素敵な感覚なのですが、中山優馬さんもかなり若い方だと思いますし、昔は中山さんもかなりのひよっこアイドルだった気がしますが、こうして後輩が入ってくると、立派な先輩になるのですね。そして、大橋さんの中学校は小学校同様、情報が出てきませんでした。実はネット上では、3歳で大阪に引っ越してきたので、大阪市白鷺中学校なのではとも言われています。根拠は不明ですが、おそらく自宅がその中学校の近くだったとかなのかなと。学校名は不明なのですが、実は大橋和也中学卒アル
などで検索すると、普通に大橋さんの中学の卒アルが出てきます。ちなみに、今でも可愛い系のベビーフェイスですが、写真を見ると、さらに昔は可愛かったのだと痛感しました。今も昔も、ザ・ジャニーズというような容姿です。話はそれましたが、肝心の中学校の制服は、ごく普通の一般的な制服だったため、おそらく私立ではなく、公立の学校なのかなと予想しています。実は大橋さん、中学時代に面白い数々のエピソードが存在していて、ちょっと面白かったのでご紹介します。あんなに細い体のどこにそんな食べ物が入るんだ？と思いたくなるくらいスタイルがいい大橋さんなんですが、かなりの大食いとしても知られています。昔放送されていた満腹ダービーに出演した際に、共演していた宮川大輔さんが、すごいと感想を言うくらいでした。番組では、創業130年の行列店であるかき氷の山盛りをペロリ。かき氷ってそんなに多い量は食べられない気はするのですが、大橋さんは涼しい顔をして食べていました。そんな大橋さん、中学時代はもっと大食いだったそうで、これまたびっくりしました。大橋さんは中学時代はすでにジャニーズ事務所に所属していたので、そちらに専念するため部活には入らずにいたそうですが、とはいえ、確かに成長期であるのは確か。今よりも大食いとなると、どのぐらいの量を食べていたのでしょうか。全く想像がつきませんが、ファンの方からしたら、可愛い容姿とギャップがたまらない、という風になるのかもしれませんね。そして高校はおそらく、なにわ高校だったのではないかという噂があるようです。確実に断言はできませんが、流出している卒アルの制服を見て特定されたのかなと思います。公言はされていませんけどね。高校時代はすでにギャングスターにも所属し、芸能活動により一層力を入れていた時期とも言えます。そして、大学進学の情報もなく、この年齢の時にはもう、テレビや舞台で活躍しだしているので、おそらくあえて進学しなかったのかもしれませんね。しかし大橋さん、実は、新薬を作る薬剤師さんになりたかった、という過去を雑誌のインタビューで答えていました。薬局にいる薬剤師さんではなく、新しくお薬を作る仕事ですね。もともと科学は得意だったそうで、できるかもと思っていたそうなんですが、薬剤師になるためにはドイツ語が理解できることが必須だそうで、本人は無理だと即諦めたようです。現在25歳という年齢の大橋さん、映画やドラマで引っ張りだこというよりかは舞台俳優として活躍されている印象があります。あとはもちろん、ジャニーズのコンサートにも出演。小さい頃からダンスも習い、中学に上がった頃には、すでにお仕事で忙しくしていた彼ですから、きっと、これからもその努力に花が咲くのではないかなと思いますし、やっぱりイケメンなので、人気の理由が納得できますよね。個人的に思うことなのですが、その爽やかな雰囲気が好きなので、地上波のドラマや映画でも、たくさん活躍してほしいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。